5月12日、愛媛と広島を結ぶ瀬戸内しまなみ海道で、女性限定のサイクリングイベント、ガールズサイクリングが開かれました。これは女性たちにサイクリングの魅力や楽しさを体験してもらおうと、県自転車新文化推進協会が開いたもので、この日は県内から14人が参加しました。どうして今日はイベントに参加されたんですか？前回も応募してちょっと抽選漏れしてたんですけど、はい、気になっていました以前から。親に誘われて参加しました。ということは、あ、そうです。母です。なるほど。普段自転車を利用されるということはあまりないです。今日はどんなところ楽しんで帰りたいですか？しまなみ海道の景色を楽しみたいです。サイクリング人口増えてきてるんですけども、だいたい9対1ぐらいで男性の方が多いんですね。自転車初心者という方たちばっかりなんでですね、自転車の走行感であるとか、しまなみ海道の綺麗な景色、そういったところを楽しんでいただきたいなと思ってます。集合場所の JR 松山駅では体型に合ったヘルメットと自転車が用意され、参加者は JR 四国のサイクルトレインしまなみ号に乗車して今治市へと向かいました。到着したのは JR 橋浜駅。参加者は早速自転車に乗って瀬戸内しまなみ海道片島までの道のりおよそ30キロのサイクリングに出かけました。昼食にはバーベキューが用意され、参加者は熱々の食材を頬張りながら仲間との会話を弾ませていました。楽しかったです。楽しかったです。もうまだまだ乗っていたいなと思いました。しんどかったです。しんどかったんですけど、みんなと一列になって海の風と当たりながら、すごい爽快な気分で走ることができました。自分の力以上になんか走れたような気がします。その橋に上がるまでの坂が想像以上にきつくて、それが何回も結構あったのでしんどかったんですけど、橋は平らなんで、そこをバーってみんなで走ってると楽しかったです。しんどくてしんどくて、だけど気持ちよかったです。風が、はい、天気よかった。皆さん大丈夫ですか？大丈夫です。うららかな春の休日を満喫した参加者、イベントを通してサイクリングの魅力を体感したようです。